僕よりも、草尾さんの方が多分大変で、うん、あの、草尾さんは小栗し太郎うという役をやってるんですけども、小栗た太郎が書いている小説っていうのが、あの、これがもう猛烈になん、もう厄介なんですよ。難解なものなんです。すごい、あの、難解な文章を、あの、草尾さん読んでらして、うん、で、まあ僕が取った後に草尾さんが収録されてたんですけれども、うん、今どういうふうに読むのかすげえ気になって。そうね。はい。うん、で、嫌じゃん。 見られてんの。朗読ってそうなのよ。見られながらってきついのよ。そう。うん。しかも先輩に見られてんの嫌じゃん。後輩に見られてんの嫌じゃん。<laughs> あ、お互いね。そう。わかるよ。うん、そうなの。 だから、草尾さんはそういう気ぃ使って、あの、僕が読んでるときは自分の楽屋で待機してらしたんですけれども、僕は、あの、待機するふりをして、スタジオの隅で聞いてたんです。ああ、悪い、悪い後輩だよ。<laughs> ああ、盗もうとしてね。ああ、でもいいぞ、いいぞ。そう、だからすんごい楽しくって、<laughs> 終わった後に配置をさせていただきました <laughs> え、聞いてたのみたいな。かないよかった気づかなくて、みたいな。